皆さんこんばんは。ガレージセールの店長青山です。本日は5月の11日土曜日、時刻は20時25分です。本日当店にですね、たくさん革靴が入荷してきました。その中から今日は一足こちらをご紹介したいと思います。ジョンストン&マーフィーの、内バネ式のウィングチップ、メイドイン USA のお品です。昨日に引き続き、なぜですね、このバーガンディの靴をご紹介しているのかと言いますと、実は昨日も今日のこの靴も革がですね、ガラスレザーなんですね。ガラスレザーというのは革をこう、なめすときにですね、乾かすとき、ガラスの板に貼り付けて乾かし、その上にコーティングをしたという革なんですけれども、コーティングがされている分、お手入れなども非常に簡単でですね、極端なことを言ってしまえば、ホコリを払って水拭きし、固く絞った布などで拭いてもらえればいいかということなんですが、そこでさらに人に差をつける磨き方というのがございます。実はこの革はですね、コード板と同じような手入れの仕方をすると非常に輝きが増す革なんですね。コード板はだいたい履き下ろした最初の新品の頃、半年ぐらいまではですね、こちらにある、ウォーリーのクリームを使います。こちらはですね、クリームエッセンシャルというクリームなんですが、こちらのクリームをコード板は大体新品の時、半年ぐらいはこちらを使います。今日のこの靴もですね、このクリームエッセンシャル使っております。そして色が結構剥げてきた、もしくは色がところどころ濃淡がついてしまったという時はですね、こちらのワックスカラークラシックという靴クリームを使うんですが、こちらも実はコード板用の専用クリームです。ガラスレザーなんですけれども、このコード板用の靴クリームを使うと着色することができるということなんですね。これはウォーリーを販売している、これモーブレーと同じ会社の方なんですが、に裏技として教えていただいた、なんていうんですかね、知ってる人は知っている裏技という感じです。そうやって磨いていただくと、実はガラスレザーはものすごくこうツヤ感が増してですね、蘇る美しい光沢を放つ靴になります。なかなか奥の深い革なので、皆さんね、ぜひ一度、こちらの革質の靴をチャレンジしてみてください。それでは本日は以上になります。失礼いたします。